どうも、くもかです。今回も最新作のホラーゲームやっていきましょう。今回はミッドナイトビジター。一応デモってなってるね。えー、海外の、えー、サイトでダウンロードさせていただきました。まあ、早速やっていきましょうか。さあ、さっきのやつですけど、2002年12月14日、あなたは大きな事件を解決したばかりの探偵としてプレイします。 今あなたはあなたのブーストされたエゴであなたは未解決の事,故事件に目を向けています。この事件を解決し歴史を作るためにここにいます。確かに何も悪いことはありません。なので探偵なんだけど、うーん、今から未解決の事件に対して何だろうね。確認、何かしていくのか。 エレベーターにから下がってきたけどここだけが空いてる死んでいるそしてあれあし閉まったなこの幽霊かはすごいなんだパーソナル なんだこれえー、っと現在の目的謎の正体謎の証拠を解く、えー、1撃ちます殺人兵器が見つからない多分どこかに隠されている2立ち去る足跡はありませんって言ってるけどあるよな立ち去る足跡があるんだよな こっちは暗いっていうか点々としてるけどあ監視カメラだあなるほどねえー、ファウンドはセキュリティレコーディングこれを見れる場所があるのかな 私は探偵でこれを殺した人を見つけに行かないといけないのか開いてないねあとんだ開いたぞああこれがレコードかビデオ入れたな ん今ああユースレスこれ見れるんじゃないのか ライトがあったなでもここらへん調べるとかはできなさそうだし今はあの死体とカメラだけあ鍵があるわここかお誰かいたぞこれなんだ 鍵だえピストルだピストルどうやって出すのピストルを手に入れたガイコツのマーク鍵がかかっているああなるほどね鍵がかかっているけど このピストルどうやって使うんだろう骸骨が3つお風呂は何もなさそうだね足跡はでもこっちに向かってんだよなさあピストルを持ったら何ができるんだ 何か撃てるってわけでもないもんなピストル持つさあなんだ銃を持ったけどいやーでもこっち行くしかねえのか何もやることはねえ 監視カメラが別にあるわけじゃないもんね数字あ開くじゃんなんで手だああそういう感じ 713OK、OK 彼はここにいない。えー、セメめねを、せめおねっていう人かなが浮気しているのを見つけ、彼女を殺さなければならなかった。あるいは彼女の私のカバーを吹き飛ばした。幽霊を信じたことはありませんが、彼女は復讐のために戻ってきました。私は彼女を殺したことを後悔しています。これ、彼氏が殺したっていうことなんだよね、多分下の。 これあ消えないバグえぐ713あ,あよかった7あれ押せないさあちょっともう一回やり直してテキストがならない状態で 713きたねよしよしまだバグとかもありそうだねデモ版だしね一応あ血がすごいな でも彼氏が彼女を殺したっていうのは、ほぼ間違いじゃないね。この感じ、ちょっと PT に似てるなあ、すごい、PT に似てきたね。配置といい。あ、PT だね。 PT だね。あ、でも後ろで開いたな。お顔が映ってる。いいね。PT にかなり寄ってるかなあここで待機ですか多分開くでしょう。うん。 あかなってんなああーでまた戻ってきたねミッシング誰がミッシングああ彼氏が殺した彼女さんっていうことなのかなさあということでミッドナイトビジターデモ版なのかな えここで終了となったみたいです。えー、途中のね、えー、驚かしポイント的にはかなり良かったんじゃないかなと思います。もうでも最後はもうほぼ、うん、PT だったね。えー、ほぼそのものに近かったかなっていう感じはしました。えー、まあ、面白かったですね。 あの途中のやっぱ驚かせるポイントってやっぱそれぞれの個性だし、えー、そこら辺のところをね、えー、しっかり出せていたのかなというふうに感じました、えー、こちら海外版のフリーゲームになりますでデモっていうことなのでもしかしたらね製品版、えー、どうなんだろう Steam とか出んのかなってなった場合はまたやっていきたいと思いますということで今回はミッドナイトビジターのデモ版ホラーゲームでした またね、こういった最新作のホラーゲームたくさん見ていきましょうということで今回この辺で終わりです。